それじゃあ引き続き頼むぜモンバンドの。おお、じゃあエンディングと見せかけてまだエンディングじゃない。あなたは自分のすべてを取り戻した。つまりどういうことだ。というか今回のルートをわし完全に無視されてた気がする。これ村長の側のセリフか。フラットマシンは汚染されたエリアを潰して固めて汚染を広がらないようにする装置。はあ。人類が住める場所を残すために仕方がなく。むちゃくちゃだな。でもそれ以上に地球の環境がむちゃくちゃになってるってことなのかもな。もともと手遅れだったけどそこでできる最善だったってことか。つまりどういうことだってばよ。つまりお前さんがフラットマシンだったってことなのか。白くてでかいやつが好奇でお前さんめがけてやってきてるって。ああ、マジかよ。まあ何でもいいや。お前さんはうちの門番殿だ。そうだろう。最初からいいエンドを見ちゃったな。自分を集落から追い出す。またフラットマシンの襲撃は来る。何度でも来るのか。好奇だからか。お前さんがいるから。お前さんがいなくなればもうフラットマシンも来ないってわけか。いいアイディアだな。なんていうわけないだろう。お前さんはとっくに集落の仲間だぜ村長。フラットマシンなんて俺がドゥイトユアセルフで何とかしてやるぜ。無理か。はあ、はあ、これで質問終わり。フラットマシンの襲撃は止まらないのか。止める？どうやって？モジュールビーの呼び出しコマンドを実行した。モジュールビーってなんだ？何でもいいか。5日後にやってくるそいつをやっつければいいなら。え、まだ続くってこと？なるほど、シンプルでいいな。それじゃあ引き続き頼むぜ、モンバンドの。おお、じゃあエンディングと見せかけてまだエンディングじゃない。やったー、ここで使えるぞ、パス。で、さっきの高いやつ、超攻撃モジュール。これを買って、回復のは持ってるから爆弾の方でいけるかな。なんか撃って回復のやつもゲットしとくか。防御力アップ小。よし、これでいこう。毎度。お、ヤエナさん。ちょっとこの状態でプロポーズいけるかな。失敗そうだけど。だったらここは戦闘訓練で。戦場は油断したやつから死んでいくでしょ。ちゃんと覚えてるってば。よしよし、これで戦闘モードヤエナに。プロポーズルートはまた別にしよう。モジュールこいつか。シンプルだけどそれがゆえに怖い。で、休んじゃうと治安ゼロになってゲームオーバーなので。妖精により参上しました。久しいですね我が安心。聖天グレン八極式だっけかな。あれみたいなビームの羽が出てね。あなたのシステムは異常が発生しています。至急起動ステーションでメンテナンスを受けてください。どうしてこの計画は私我々の命題そして私たちの約束だったのに。つがいだったのかい君たち。どうして千。悲しい。おお、めっちゃ食らった。ちょっとここでプロポーズの指輪渡しとく。これ勝てるか。チャージします。厳しくないですかこれ。何かキーとなるアイテムが足りてなかったか。もっともっと強化しとかないとかな。勝てませんな。エンディングナンバー8。モジュール A 回収完了の条件を満たしています。エンディングを返しますか。これ戻ってやり直したところで現ステータスだと勝てなくないか。じゃあ今回はこのエンディングを見ておくべきか。
悲しい。コアモジュール A の停止を確認。大丈夫ですよ。あなたはすぐに元に戻ります。そうしたら今度はずっと一緒にいましょう。あなたをたぶらかした悪い人類はきちんとフラットにしておきますから。ぺったんこ。お、新しいアイテムが解放されました。なるほど。固定放題でもできる愉快な会話術、どういうことだ。普通にあれかね、村長とかいろんな人の会話の好感度上昇がアップするってことか。いやー、なかなか難易度高いぞ。運も絡むだろうけど、あそこで勝てるルートはあるのか。